天ヶ崎市臨海地域、運河前景5つの運河と3つの河川が、傍聴堤や水門等で海と隔てられている。中央下付近に見られる2本の切れ目が、船舶の出入り口となる公門。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスをもとに作成天ヶ崎、運河は、兵庫県天ヶ崎市にある5つの運河の総称である。全長は川。よも 長島川、旧サモン殿川の臨海域を流れる3つの河川を合わせた総延長は 12.4km になる。国内の多くの運河が工場等からの物流という当初の目的を置いた中、未だ現役でその役割を持つ運河である。天ヶ崎21世紀の森高層地区にあることから、整備、活用において一体的に捉えられることが多い。 天ヶ崎市林海部は明治後半から工業化が進んだ。昭和初期までは神殿の間を流れる水路を運河の代わりとして利用していたが、1934年に運河の造成計画が決定。1942年頃にほぼ現在の形に整備された。その後工場の地下水組み上げを原因とする地盤沈下が発生し、台風の土に、 大きな被害を受けるようになる。そこで、運河の物流機能を維持し、なおかつ高潮や洪水等の浸水被害から地域を守るための高門式防潮堤が計画され、1955年に天ヶ崎高門が完成した。2007年には、運河を核とした魅力ある地域づくりへの取り組みを国土交通省が支援する運河の魅力再発見プロジェクトの第一次認定を受け、 21世紀の甘ヶ崎運河再生プロジェクトが策定された。中堀運河北堀水門山ヶ崎市の国道43号以南、中島川と向こう川の間に挟まれた甘ヶ崎港を中心とした臨海地域である。総延長 12.4km にわたる運河河川により構成され、それらの機能、役割を維持する水門、排水機場等の関連施設が建てられている。 また、運河沿いにおいては、水際の浸水性を高めるための緑地帯や、遊歩道等も整備されている。名称後ろのカッコ内数値は、各運河、河川の延長施設で相橋で相橋北堀運河と、中堀運河が合流する地点に架けられたシャバリ橋。1997年、遊歩道の整備に合わせて完成した。橋の中心に主塔があり、桁は三方に分かれている。主塔は、 昭和時代、付近にあった関西熱化学工業のガスタンクをイメージしたモニュメントを兼ねており、甘崎洪門と並ぶ運河のシンボルとなっている。橋の名称の由来は、三つの町をつなぐ橋、北堀運河と中堀運河が出会うところにかかる橋等複数ある。現地の遊歩道に掲げられた案内地図には、前述の由来や下記の諸言等が記載されている。 天ヶ崎港門を通行する船舶2008年現在、運河には年間で約1万隻の貨物船が通行しており、臨海地域の物流に重要な役割を果たしている。工述の浸水対策のため、運河と海を隔てる防潮堤には港門が設置されている。船舶を前後の水門で締め切り交互に開閉し、水位の低い運河に海水が流れ込むのを防ぐ。 ことにより24時間航行が可能となっている。天ヶ崎市の南部臨海地域では、前述の工業用水組み上げによる地盤沈下が昭和30年代初頭にピークを迎え、0メートル地帯が地域の40%以上に達した。これらの地域では常に高潮や豪雨災害の危険性にさらされ、1950年の JN 台風では大きな被害を受けることになる。 高潮を防ぐため、臨海部はすべて防潮堤で囲まれている。一方で、豪雨時には、小下川とヨモ川から流れ込む水を堤外へ排出するため、運河河川に整備された排水機場がフル稼働する。2005年度に完成した天ヶ崎港門の集中コントロールセンターでは、最新技術により、港門や排水機場などを十四時間操作、監視している。 上記に述べた本来の役割のほか、運河では市民等による様々な取り組みや催しが行われている。北堀運河に作られた水質浄化施設奥の建物は活動拠点となる北堀キャナルベース天川崎運河は全域が膨張堤等により外目から閉鎖された水域となっているため水の循環がほとんどない。 水深2メートル以下の底では年間を通じて酸素が極端に少なく生物の生息が困難なため水を浄化する機能も働かない。これらが原因で水質が悪化した日本有数の水域となっていたが2011年北堀運河に水質浄化施設が作られた。この施設を拠点に市内の中学、高校、徳島大学や地元自治体 市民らが水質浄化活動を行っているほか、市内の小学校の環境体験学習の場となっている。2013年3月には活動拠点としての施設、北堀キャナルベースが水質浄化施設前に完成した。また同年には、徳島大学と甘ヶ崎市及び、兵庫県阪神南県民局の3社が、甘ヶ崎運河の水環境改善と地域の 環境学習を推進するために相互に連携、協力することで合意し、協定を締結した。毎月第3日曜日には、オープンキャナルデーと称して、一般市民等に水質浄化活動への参加を呼びかけている。遊歩道甘ヶ崎運河では、定期的にスタンドアップパドルが行われている。流れが緩やかで波も立たない運河は、初心者向けとしても適しているとされる。 毎年春と秋には、天ヶ崎キャナルガイドの会など市民ボランティアのガイドにより、運河クルージングが行われるほか、秋には、運泊というイベントも開かれる。また、運河沿いには、ギータで舗装された遊歩道が整備されており、阪神天ヶ崎駅前から、天ヶ崎の森中央緑地まで設定されている、自転車道、日光林林ロードの一部を成している。ありがとうございます。